長六寺は、室町時代の長六元年に創建された、福島県須賀川市北町にある、総統州の寺院。海山は、月層名探で、海山を同じくする新潟県の観論寺や、付近の長松院などの本寺である。創建された年号にちなんで命名された。室町時代の長六元年、須賀川城主の二階堂溜氏が、二階堂氏一族の菩提寺として、海岸となり建立した。 ためウは、鎌倉に住していた、総当州の僧侶、月僧名探を招いて、解散初代とした。月僧名探は、王英三32年伊勢国生まれで、相模国の古刹最上寺を開いた、瞑想、春国宗義の弟子であり、長六寺の他に万年に、越後国に観音寺を開くなどして、明王5年6月19日に72歳で宣言した。ためウは、 長六寺の寺領として宣告を与えたとされる。長六四年には、長六寺に、ご花園の天皇から直子が使わされ、月相名単に、仏日へ、寺市禅寺の直後都市が送られて、天皇の直願寺となったために栄え、道の区国や越後国、下谷国などに134家寺の末寺を要する大寺委員となり、著名な三前道場となった。 それから約130年が経過した、天正17年に、伊達政宗が塚川城を攻撃し、落城の最中に、長禄寺も消失した。しかし、その後間もなく再興されて、現在の長松院のある場所に再建された。さらに文六年間に現在地に移転され、境内には、伊達家から二階堂家に嫁いでいた大乗院の墓や、 須賀川上洛城の際に戦死した武士たちの墓が建てられた。大乗院は須賀川上洛城の際に救出されたが、実家の伊達家とは不仲で、日立国の佐竹氏のもとに預けられ、佐竹氏の秋田店舗の道中で、長六寺に宿り病気療養するも慶長7年に亡くなったとされる。ありがとうございます。